Stunner. お花はいかがですか。やめときな。いくらだ。 随分お高い花らしい。粉だな。誰に頼まれて売っている？それは、そいつに関わると身を滅ぼすぞ。やめておけ。 けど、これを売らないと弟たちが。おい、貴様ら商売の邪魔をする気か。 見せぼらしい客ではないな。見かけで判断しない方がいい。いや、するね。やれやれだ、結局こうなるもんな。 せっかくだ、楽しんじゃおうぜ。クールだ。<笑>粉を買わずに済んだんだ。喧嘩だけでも買っていくかい。あんた、 いいやつだな。来るぞ。やれ。 ピエロ。 そういうことだ。クールだ。よう、礼を言う。
俺たちは。どうだ。やったぜ。バルジェロファミリーへようこそ。なんと。ヘルミニア様、宴の準備が整いました。結構ですわ。だか、新入り。すげえな、こんな豪邸想像もしたことねえぜ。大富豪ヘルミニアはマフィアの女から成り上がった。ある粉を支配、独占しての、その富は大陸全体を動かすとまで言われる。やれやれ、粉御殿か。
チッチ、自慢の体でも稼いだのさ。ヘルミニアは絶世の美女で、神父も発情した犬になるって。きっと大陸の金持ち全員を相手にしたんだよ。待てよピエロ・デッラ、つまりヘルミニアは娼婦か。何千人加え込めばこの御殿が立つんだ。娼婦だって相手を選べば大富豪になれるのさ。そいつはクールだ。その口しばらく閉じておけよ。パーティーには裏社会の権力者が5万と来てる。俺たちの後ろ盾になりうるな。利用できるものは利用していくだろ。ここで俺たちは名を上げるんだ。分かってるってボス。行くぞ。ジョークだ。ほう。ふん。ああ。おい。ごきげんよう。私のパーティーへお越しいただき感謝しますわ。税の限りを尽くした食事をお召し上がりください。ああでもメインディッシュはこちらですのよ。おお、いいね。バカに。私の駒はご存知ですわよね。これを一吸いすれば別世界へ誘われますわ。世は辛く残酷です。ですのに立ち向かうほど価値もございませんの。夢を見ましょう。地獄の夢を約束しますわ。ご満足いただけて光栄ですわ。
もっと召し上がって構いませんのよ。帰ってこれなくなるかも。さあ皆様、存分にお楽しみくださいな。アニさん、お噂はかねば。お招きに感謝します。麗しいお姿だ、ゴッドマザー。仮面の下もさぞお美しいのでしょうな。素顔は明かさないの。仕事柄敵が多くてね。富は敵を作るものです。あなたほど敵のいる人物他に知りません。お上手ね。実は私も厄介な敵に手を焼いているのです。長年この地域は我が一族のものでしたが、どこぞの魔女に縄張りを荒らされていましてな。助言して差し上げますわ、タビアーニさん。畑を焼かれるより早く隣の畑を焼けですわ。ほう、これはいい知恵をいただいた。失礼しました。ついざれごと。冗談もお上手ですのね。緊張して喉が渇きませんこと。いかがかしら、自慢のワインですの。お近づきの印に。おい、あれ毒じゃ。しっ、黙ってろ。あいにく酒は苦手でしてな。誰か、このワインを飲める者はいないか。宴の主に失礼をしたくない。さあ、誰か。バルジェロ、こっち来い。何考えてんだよ。いただきます。ワインに目がないものだ。特に危険な香りのワインには。
若者よ、名を聞こうか。バルジェロ・ギベルティ。ウォルドさんの赤ぶどうですね。うまいです。肝の据わったやつだ。気に入ったぞ。バルジェロ、面白そうな坊やね。それにあなた、またお会いできますわ。いや、どうやら。入れ。さあ。はて。さあ、待って。結構ですわ。の。私が白いドレスを着たら、白い血を拭きなさい。
やだ。ああ。言うことをお聞きなさい。ヘルミニア様。さあ。バルジェロ、ずらかろうぜ。タビアーニさん、俺たちはこれで。また来ようぜ。ティツヤーノ、ここをどこだと思ってる？名は売った。長居は無用だ。ジョークが通じねえやつだぜ。おい、なんだよあれ。は？奴隷がやられてる。ひでえ。お前ら、行くぞ。え、長いは無用って。やれやれ、こう見えて熱いとこがあるからな。仕方ねえ、ボスには従わなきゃな。なあ、お前も来るよな。そう来なくっちゃな。悪く思うな。何者だ？ガキか。貴様らが来る場所ではない。へえ、あんた強そうなのにな。金さえもらえば弱者も平気で殺すのかい？我々はヘルミニア様の兵、雇い主の命令を聞くだけだ。そうかよ、要は金好きな犬だろ。
解かぬと殺すぞガキども。解かないね。それと俺はバルジェロ、ガキじゃない。これから名を上げる男だ、覚えておけ。無理だバルジェロ、そいつは記憶できねえ。ああここで死ぬんだからさ。忠告はしたぞ、ヘルミニア様に報告するまでもない。死体が数人増えたところでどうせわからぬ。やったぜ、俺たちをなめんなよ。なぜだ、なぜ貧しい者は金持ちの食い物にされる。バルジェロ、俺たちはでかくなる。そしてこの手で取り戻してやる。あの魔女に支配される前の俺たちの町を、少しはマシだった、あの町を。さあ、ごきげんよう。あら、新入り。おそらく いいな。じゃあな。バルジェロ、どういうつもりだ。ああ、俺らは誰にも変われないぜ。いいかお前ら、ヘルミニアは兄弟だ。今は手も足も出ない。だから俺たちは利用できるものはしていく。犬のふりして逆に飼いならしてやるのさ。おお、犬のふりならできるぜ。パウパウパウ。うまいぞピエロ。シーリー、これから忙しくなる。あんたにも期待してるぞ。
お、来たぜ。強欲の魔女め。タビアーニさん。バルジェロだったな。俺たちはこの町で育った。この町を食い物にするヘルミニアを恨んでる。俺たちをあなたの下で働かせてください。きっと力になります。いいだろう。お前は気に入った。おい、やったぜ。バカ、はしゃぐな。早速働いてもらおう。アジトで待っているぞ。ありがたき幸せ。読められていくわ。ああ、いい、富だけが私の味方、私のすべて。富こそがエルミニア様。この後結構ですよ。ヘルミニア様。
で、はいはい。クールだな。やれやれ。あ！にゃろう。おそらく。よくやった。バルジェロ、はい、実は魔女を葬る。なるほど。そういうことだ。バルジェロ。ああ
集まったな。さて、タビアーニの右腕と落ち合う予定だが。右腕ってどんなやつなんだ？そこが重要だぜ。おい、あれってもしかして。ソニアか。しばらくだね、バルジェロ。と、その取り巻き。おいおいおい、いい女になっても口は相変わらずだな。へへ、10年ぶりか。仲良くしようぜ。一緒に臭い飯食った仲だ。見慣れない人もいる。こいつは新入りだ。信頼できる。あ、こいつのおかげでここまで来れたんだ。なかなかやるのね。しかし、お前がタビアーニの右腕とはな。貧民街では負け知らずだったけどな。どこで道を踏み外したんだ、ソニア。私は私の目標に向かってるだけ。貧民に生まれたって夢くらい見させてよ。明日ヘルミニアが地下遺跡に現れる。タビアーニさんと合流し始末するわ。ゆっくり休んでおくことね。で、そのワインを飲み干したの？タビアーニさんが気に入るわけだね。そういうことだ。どうした？あんたと組むなんて運命みたいなのを感じる。ロマンチストだな。子供の頃よく一緒に悪さしたよね。ほら、覚えてる？私たちの町、白ぶどうが咲くでしょ。あのブドウ、一緒に何度も盗もうとしたわね。春に白い花が咲くたび、あの頃を思い出すわ。その日の食べ物も知れない貧しさ。
懐かしいな。ソニアの家も農家だった。あの白ぶどう、上質なワインになるってな。うん。俺はあいつらと町を出たが、お前はどうしていた？あの後、農園は買われたの。大富豪ヘルミニアに。あの白ぶどう畑は家の財産だった。それを無理やり奪われ、親は貧しいまま死んだわ。だから私はヘルミニアから財産を奪い返す道を選んだ。そしたら父と母が報われる気がして。で、タビアーニに着いたのか。そうよ。この手も随分と汚したわ。でも、私はどうなってもいい。あの白ぶどう畑を取り戻すまではね。俺たちの町は魔女に飼われ、おかしくなった。この手で町の町を取り戻そう。うん。じゃあ明日ね。立夏の館跡はこの町の北だから。わかってる。もう子供じゃない。ならいいけど。いいか。ソニア。分かったな。じゃあね。
な。バルジェロ、お、いいぞ。やれやれ。おい。よせ。
そうじゃ。おいおい。俺たちは。ように死んでる。マジかよ。一体どうなってる。何があった。バルジェロ、やばいぜ。なあ、罠だ。ずらかろうぜ。冷静になる。あらあら、かわいい坊やたち。私の庭で遊んでいるの？ヘルミニア。パーティーで見かけた坊やですわね。それに勇ましい子たち。ドンタビアーニ、目障りな存在でした。かのようにブンブンと私の血を欲しがって。でもその今はは悲しいものでしたわ。部下を殺され一人になるとどうなさったと思って。私の足にすがって命乞いをしましたのよ。あの哀れな目、くり抜いて飾りたい。クソ魔女め。最高の惨事ですわ。さ、残りの蚊も叩き潰して差し上げ。なんで？なんでそいつの隣にいるんだよ、ソリア！ヘルミニア様、お任せください。頼もしいですわ、ソニアさん。タビアーニさんたちをやったのはこの子ですね。私が買った自慢の兵ですわ。
坊やたちがどんな顔で死ぬか少し興味あるけど、あいにく商談があるの。ごめん遊ばせ。ソニアさん、苦しめて殺して差し上げて。かしこまりました、ヘルミニア様。そういうこと。ここで死んで。なぜだ、ソニア。私の主はヘルミニア様よ。ヘルミニア様は私に富を与えてくださった。バルジェロ、あんたにはわからない。この世は富こそ全て。違う、富より価値あるものがここにはある。ええ、だったら教えてよ。ここにあるのよ、そんな素敵なものがさ。バルジェロ、来るぞ。富より価値あるものがあるって。私もそう思ってた。喋るな、ソニア。だけどヘルミニア様に代われ富ある暮らしを知った。こんな世界があるんだって生まれ変わったみたいに。ヘルミニア様が教えてくれたの。生まれる家は選べない、でも生き方は選べるって。私もあの方のようになりたかった。バルジェロ！ソニア！私はもうどこへも帰れない。いつの間にか忘れてたわ、白ぶどう畑のこと。ねえバルジェロ、もう一度痛い、一緒に。春が来たら白ぶどうの花ソニア。バルジェロ、アジトに戻ろう。トミがソニアを変えてしまった。トミとは何だ。さあな。だが仕方ねえさ、誰でも金は欲しい。
でもよ、死んだら大金もクソと同じだぜ。まったくだ。ヘルミニアは富を餌に人の心を操る。利用された人間は数えきれないだろう。こんな町じゃ誰も報われない。少しはマシな町にしなければ。続きを言ってくれ、ボス。ヘルミニアの屋敷へ乗り込むぞ。そう来なくちゃな。だが、タビアーニは死んだ。後ろ盾もないぜ。俺に考えがある。お前らの命預けてくれ。クールだ。ヘルミニア様、バルジェロ。それに、奴らは覚えておきますね。ガブリエラ姉様、アニータ姉様、あら、ああ、
お姉様たち。え？グレゴリが、うん、ヘルミニア様、また このパスタなんて言うんだ？真っ赤に熟れたトマトの甘みが最高！うまい！まるで熟れた女のようだぜ！言うと思ったぞ、ピエロ。飯時くらい女は忘れろ。新入りがまずそうにしてる。いいスパイスだろ。バルジェロが飯に誘うのは重要な話がある時さ。しかも今回は絶品だ。やばい仕事なんだろう。おお、そういや前に言ってたあれか。ヘルミニアをやるのに考えがあるって。ああ、タビアーニ傘下の連中を根こそぎ集める。タビアーニが死んで連中はバラバラだ。それを俺たちが束ねる。そして共にゴッドマザーを倒す。クールだ。でもよ、あいつら飼い主がいない狂犬だぜ。狂犬も飼いならせば大きな戦力になる。俺たちがヘルミニアを倒すにはこれしかない。
やれやれ、最後の食事になるかもな。連中は4つの派閥に分かれてる。手分けして集めるぞ。ティツィアーノはモンテッロ派、ピエロはトマーゾ派、フラはガストーネ派、俺はロッソ派を当たってみる。あ、ジョークだろバルジェロ。タビアーニ参加でも奴はみんな避けたがる。ロッソは趣味で殺しを楽しむ野郎って噂だ。ほう、味方につけば心強そうじゃないか。新入りは俺と一緒だ。頼りにしてるぜ。よし、決まりだ。食事が終わったらそれぞれ出発するぞ。いいか、動き始めたら時間が勝負だ。敵にこちらの動きを知られる前にやるぞ。俺たち、うまい飯が食えるようになったよな。昔は、カビタパンとか分け合ってたけどさ。そうだな。勝手に。用意はいいな。行くぞ。ロッソだな。バルジェロか。噂は聞いてる。タビアーニの下で急速に力を伸ばしていたとな。ほう、そいつは話が早い。何のようだバルジェロよ。同じボスに従っていたが、俺たちは仲間じゃない。むしろ同じ島を争う敵に近い存在だ。ふん、挨拶代わりに首をへし折ってやろう。コナカ。
の底からみなぎる。最高だ。やめとけよ、身を滅ぼすぜ。なんだと。あんたは俺の袋か、バルジェロ。俺の親父とやってるか。ああ、あんたの親父に興味はない。そうか。たまらなく気分がいい。あんたもやらないか。巷の粉なんて目じゃない。俺の特性だ。俺は話をしに来ただけだ。ほう。俺たちが敵同士だと言ったな。それは違う。敵は他にいる。互いに共通する強敵がな。ゴッドマザー、ヘルミニア。奴がいる限り、俺らはこの町ででかい顔はできない。せいぜい影に隠れて生きるだけだ。だろ？続きを言え。回りくどいのは嫌いでな。ゴッドマザーにこの世から消えてもらう。大きな仕事だ。手を貸してくれ。バルジェロ、噂通り面白い男だ。確かにあの女は誰もが消してやりたい。だが一つ疑問があるな。果たしてあんたにつく価値があるのか。金や分配は話し合いで決める。待て待て、そうじゃない。あんたがあの強欲女を倒せるのか知りたい。ここで死ぬ玉なら下につく価値はないぜ。なるほど、確かめてみろ。後悔するなよ。来た、来たぜ。おっと、上等な服が台無しだ。さあ、バルジェロ、その力見せてみろ。そういうことだ。抜かるなよ、新入り。やるな。決めた。
お？ねえ。あんた。なるほど。バルジェロ。よくやった。ぎ。おお。ディツィアーノ。それが。フラ。おい。バルジェロだ。落ち着くんだ。そうだな。言ったろ。ティツィアーノ。ピエロ、おそらく
バルジェロ。フラ。出発だ。ティツィアーノ、よせ。回りくどいぞ。いいね。実はな、
く。ピエロ。ティツィアーノを信じる。バルジェロ。上等だ。行くぞ。いいね。お楽しみいただいているかしら？しぶとい坊やたち。バルジェロさん、会うのは三度目ですわね。これが最後だ。ゴッドマザー。そう言わないで。気に入ってますの、あなたのこと。これまでのことは互いに水に流しませんこと。もし私の下で働いてくださいね。あなたの好きな薄汚い町を丸ごと買って差し上げますわ。誰がお前なんかになびくかよ。バルジェロさん、いかがかしら。あなたは賢明だと思っているのだけど。あんたこそ賢いだろ。だったら俺の答えを知っているはずだ。俺の仲間と同じさ。あ、この坊やも買おうとしたのだけれど、なかなか言うことを聞きませんの。貧しさのあまりお金の価値を忘れたのかしら。思い出すよう苦痛と粉をたくさん与えたのだけど、
言葉すら忘れちゃったみたいね。ティティアノ！さあ、私に従う気になったかしら？ナパルジェロ、もういいだろ！ヘルミニアの下でもクソでも何でもいい！言うこと聞いてティツィアーノを返してもらおうな。あいつはああなるまで俺たちを売らなかった。それを無駄にするな。それにヘルミニアの答えは初めから出ている。バルジェロ、正解よ。どうせいつものチョークだろな。チョークだって言えよティチアーノ。前を向けピエロ。背後にはもう何もない。いい目よ、バルジェロ。あんたには買えないぜ、俺たちの財産を。へえ、何ですのそれ。富なんかよりよっぽど価値あるものだ。俺たちは互いを信頼している。ヘドが出ます、ね、そんなものに値打ちはなくて。あなたにも今ここでわかりますわ。富の前にひざまずきなさい。やるじゃないの。お前が バルジェロに力をもたらした。お前さえいなければ。ちくしょう、ちくしょう。その指輪、
俺は信じている。自らの力を。仲間の意志を。俺たちは、負けない。お黙りなさい。信じる？そんな醜いもの？おぞましい。仲や好物をなめ合って。この忌々しいゴミ虫どもが。虫のクソを信じるくらいなら、言った方がマシですわ。信じるに足るのは、この自分と、富だけですわ。もっと、もっと力を。命宿りし指輪よ、真なる力を、真なる姿を我に与えたまえ。マジに魔女じゃん。行く会となって反省しなさい。私の富を奪おうとした。私のもの。そんなに好きなら、富と一緒にくたばりな。だが俺たちの大事なものは返してもらう。俺たちはあんたを倒し、新たな時代を作る。終わりだ、ゴッドマザー。渡しませんわ。私の富だけは。あいつ、もう肩はついた。トミーこそ。
くっそ寒いな。あらら、パンも凍ってら。誰かが寒い思いをするのは、誰かが火を独り占めするからだ。火はみんなで分け合わなきゃな。そういうことだ。この町を少しはマシな町にしようぜ。俺たちの手でさ。ティツィアーノ、少しはマシな街になったか。行こうぜ、バルジェロ。もう新入りじゃないな。あんたの力があってここまで来れた。礼を言う、相棒。ゴッドファーザー。その呼び方はよせ。俺の目は確かだった。さあ行こうぜ、仕事がクソ済みだ。ああ、そうだな。強欲の魔女にも買えなかったものが一つある。あんたらの絆だぜ。クールだ。